べ。傷は？あ、もう大丈夫だ。よかった。十兵衛、あなたのお母様に頼まれてこれを持ってきたわ。俺の母親に？亡くなってもあなたを思っているのよ。それを使って玄馬を、いえ、信長を倒すのよ。それがお母様に報いる方法だ。おゆう。行きましょうか。前回またフリーズしてね、はいだいぶ戻されたんですけど、帰ってきました。であと一撃死ぬから気をつけて。オッケー。本当にね、フリーズがうざすぎて、本当積み上げてきたものがまた一からになっちゃうみたいなね、そういう虚しさがあります。知らなかった、大丈夫いや、回復あったのに、間違った。あ、これダメなんだよ。これ使っちゃダメなの。使いたくない。まあ、いいか、もう。もう、もったいないな。使っちゃったもんな、多分な、これな。でも、こっちじゃないってことは確かになったな、多分な。あ、いけた。あ、いけた、よかった、よかった。こっちか。あ、よかった、よかった。これは？あ、よかった。三日月の鍵。人間調理。俺も関係ないね、ストーリーに。まあ、3回だったら簡単だよ。おお。間違ったね。多分間違ったよね。最初、こっちだね。こうで、こうで、こ、何くれるの？おーい。コイン欲しいのよ、一番。最大値上がる系いいよね。ああ！いや、ダメ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 。もう使う？もったいないな、ほんと毎回思うけど。もうやっぱ体力減らしちゃうよな、こんなとこね。なんだ、違うのかこれ。だいぶな、前回の鬼飯よりもね、だいぶ隙があるんだよこっちさん。前回だったら絶対ガードできてたような攻撃がガードできないのよ。ひょうたん、これは絶対あれだな、またボーナスだな。ボーナスタイムだけど、もうちょっと探索したいね。なんもないのか、あれ、これだけ。人間を集めてるみたいですね。とんでもない奴が潜んでいる可能性があるぞ。え？何これ？なんかドア守られてんな、あそこで行けなくなってるね。石にしてんのか人間。あれ？行けないじゃん。なんか使うのかアイテム。と言っても何にもないんだよね。これ砕くってこと？ハンマーで砕く的なこと？これ？使えないでしょ？使えないでしょ？
あそこ以外に行けるとこねえよな。ここかやっぱ。この穴、穴行かないといけないってことか。確かにここ、なんもなさすぎたんだよな。この穴に入んなきゃいけないのか。あ!なんかぽいぞ。すごいぽいぞ。こっちにしよっか。一応ね。何ここ。あ!なんかいるぞ、マネキンまた。おーい。いくらあってもいいぞ、回復は。ん?いけないの?その段差登るだけ?地図がないから全然わかんないな。こっち?こっちか。気味悪いとこだな、ここ。ほんとこいつ開けられないんだよな、箱が。引っ越しとかしたら大変だろうな。あ、いるね、敵。うわー、なんか強敵だらけだな、もう。おい、危ない。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。これレベル1なんだよな、でもな。いた!ちょっと待てよ。お前よ。なんで先日2本、2回まで倒れないわけ?ああ!あ、待って。こいつなんで死なないそんなに。今どこなのこれ。これだよね、多分な。うわ、なんかすごい形だね。広いんだな、意外と。今な、石を、なんか直す薬みたいなの探してんのかな。ぐーっと一周して。何ここ。うお!びっくりした。いるじゃん。壊させるってこと?これ。こいつらに。そういうことなのかな?うわ、いるじゃん。でっかいのもいるじゃん。うっそ。この状態倒せるかね。うわ。あ!マジかよ、死んだよ。なんかさ、クルンみたいな回避があればね、いいんだけどね、一番ね。強いな。あ、倒した?弱っ。あんなもんかい。え?なんもねえな、ほんとに。あ、なにこれ。粉?で、これはグリーンだから、これですね。なんかね、これもうほんとに、ワンクリックで武器チェンジできたらめっちゃいいと思うんだけどな。いちいちさ、この、戻ってみたいなやつめんどくさくないですか?だいぶ。だいぶ面倒くさくやめた方がいいと思う。なんかボスっぽくない?この感じ。フィールドが。ほら。あ、ないかな。ここだけ?え?うわ、やだ、5回とかやだ。簡単だった。意外と簡単だった。はい、来たー。これ体力ですねー。すぐ使っといた方がいい。だって上限上げるやつなんですぐ使っといた方がいいでしょ。
金いっぱいあんだけど、金どこで使うのかって話だよな。何これ。ここでさっきのアイテムを使うんじゃない、これ。ああ。おお、素晴らしい。難しかったね。それは難しい話。なるほどね。じゃあ、石のやつを助けていけば、なんかいろいろもらえるってことでしょ、これ。そういうことだよね。この、在庫がどれくらいあるかわかんないけど。なんもくれないじゃん、こいつ。とりあえず、これであそこ行けるようになったと。この粉をゲットできたからね。こいつに振りかけるします。やっとここまで帰ってきたぜ。すげえ、飛躍4個あるよ。どこでそんな手に入った？待って、もうラスボス？なんだろう？飛躍4個もらった？ 3 個もらったのか？すっげえもらったんだけど。なんか来るぞ、この静かさ。静かさ？静けさ？静けさだね。何これ？これさ、よくわかんねえんだよな。どういう意味なの、これ。間違った。またいで、またいで、またいで、またいで。オッケー。これまた裏世界か。どこ行くの、これ。鬼ヶ島。みんなと連れてかないでよ、もう。うわ、来た。何？大丈夫これ。HP マックスだぞ、珍しく。ザコ来るね、やっぱね。うわ、ザコとも言えないザコだな。一回使おう。こうダブルで巻き込めるかもしれないから。え？来んのかよ、お前。遅いぞ、ちょっと来んのが。使う前に来いよ。ナイス。いけいけいけ。やれ。まあ、キャリー無限なんだから。よし。ちょっと加勢してやるから、こうやって。いいよ。よし。まだ入んの早いです。多分入れないけど。多分入れなさそうな気がする。いいよ。よし。美味しいとこだけはいただくみたいなね。あ、帰った？楽しかった。うん。まあまあまあ。よくやってよくやって。鍵かかってない、これ。爪みたいなやつ刺さなきゃいけないんだろうな。こっちはいけない。こっちしかない。一本道ならありがたいんだよね。迷わないから。なんかやばいんじゃないこれ。これさぁ、なんかもうやばそうだぞ、入り口が。なんでこんなうじゃうじゃしてるわけ？ここに来いよ、あいつ。とりあえず、部屋が、1個しかないか。別に無限に巻くのかな？やっぱもう、1個しか魂、1、2個しか出さないようなやつは、もう、無限に出しておこうみたいな感じか。暗っ！なんかいるよね。いるね、やっぱね。体力を少なくするわけにはいかない。行き止まり？なんもないの？なんもないのか。こっちはいけんの？なんか迷路なのかこれ。来たー。こうだね。で、こうか。こうか。こうか。冴えてるねー。なんか落ちてる。え？何今のキノコみたいなやつ。ああ、はいはいはい。ここの、あの、見えてないとこね。行きたいと。だから、合ってたのかもしんないな。意外と。
あのエレベーターで上登って、エレベーターでまた降りて、みたいな。そんなことさせるんだ。鬼武者くん。さすがにそこまでややこしくないと思ってたよ、俺。ちょっとそれやりすぎなんじゃない？リオの小学生クリアできると思ってんの？本当に。攻略本も買えないような人たちがクリアできると思ってんの？本当に。そういうとこさ。だってここにまず戻ってくるでしょ。で、普通はこっちに進行方向なんですよ。進む方なんですね。で、そっち行くでしょ。戻りますかって話。戻って、しかもまた奥の奥まで行きますかって話。あ、セーブしとくか。いいか、セーブポイントあるな。で、こうですよ、こう。これまた乗るんですよ、ここで。こんなさ、2回も乗り継ぐようなさ、とこさ、行かせるかね。で、ここで、ここか。こんなとこ来るかな。あ、間違った。まだ振りかけ使おうとしてた。はいはいはい、赤玉目に入ると。まあね、さっきまでやってた人だったら覚えてるかもしれないけどさ、この火をまたいでとかだったら全然覚えてませんよ。待って、セーブされないんじゃない？いいから拙者と参るんです。すごいすごいな。お湯さすがに豊臣もね、でもトロの邪魔をしていると命がいくつあっても足りないことになりますよ。それ。あ。トラップかな。さーて、ボスは来るのか。大丈夫か。お湯。お湯。なんでお湯もあんな最深部にいるわけ？あんなさ、鍵ゲットできないんで入れないようなさ、ところにいたんだよ。連れてこられたってことなのかな？そうだよな。なんだ？どうしたんだ？お湯。中兵衛。私、小谷の城へ戻らないと。うん。十兵衛。貯めるな。私。胸見えるな。私。寒くなってきたな、この部屋も。決意した。何かを決意した顔してる。本当の名前はおゆうじゃない。うん、やっぱそうでしょ。織田の娘でしょ、やっぱ。織田城の城主、浅井長政の妻で、信長の妹。あ、信長の妹なんだ。妹だ。やっぱお市だったんだ。ね、私が結婚した時、夫には亡くなった奥さんと。お市って間違った気がする。三人も女の子。そしたら私、なんだか騙された気分になってしまった、うんうん、夫のことがいっぺんに嫌いになってしまった。そうなんだ。浅井ともね、決裂した。兄信長が浅井を滅ぼそうとしているのを知り、私も浅井の人間になった以上兄を止めなくてはならない、うん、そう思って岐阜城へ戻り、兄の命を。そこで十兵衛と出会ったのよ。そしたらもう何もかもどうでもよくなってしまって。どういうこと？十兵衛と一緒にいられるなら。これはトラップなのか。私、ほら、でもまた言い切らないやつね。それは間違いよね。十兵衛言ったもの。だ、ジュベに言わせようとするタイプね。母は母だって。たとえ血はつながっていなくても、うん、あの三人の子たちは
私が帰ってくるのを待っている。だからどうしても戻らないと。おいち、あ、泣いてる。おゆう、まだお湯呼びなんだ。あー、捕まってるんですよあなたたち。そうね、あ、爆発？そんな近距離で見てたのか。お前らはもうおしまいだ。もっといい殺し方があるよね。どういうこと、どういうこと。崩すってこと。え、バカなの。どういうことなの。一体どういうことなの。え、待って、お湯仲間じゃん。お湯と点灯できる、これもしかして。心強いです。飛躍くれるな。ここがなぜ恐るべし幻魔剣士なり。幻魔笛の海。やっぱりゴーガン出てくるっぽいな、こっからな。来た。おい。お湯。お湯。お前、これから一緒に戦うっていうのに。え？あら。なんて。あなたは。ダンテス。あれ？一緒に戦ってくれるの？大丈夫。お怪我はありません。ああ、礼には及びませんよ。か弱い女性を救うのは男として当たり前ですからね。お湯。ジュベ、下がってろ。おい、下がらせんなって、一緒に戦わせろって。さーて、さて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 、いよいよ決着。はい、来ました、来ました、来ましたね。これ多分もう次元装置で爆発してんじゃないの、その自分の口に。その制限時間内に脱出しろみたいな感じじゃないの。中途半端に壊して終わりだ。言いたいだけ何度でも言え。じゃあ、お言葉に甘えてもう一度。拙者の名前は、ゴーガンダンです。最初に笛吹いた方がいい。最高の戦い方が分かんない。満足した。とりあえずやりでしょう。うん、行くぞ。ジルベ、オッケー。なんか新しい技増えてそうなんだよな、敵のな。笛吹いていいのかなっていう。来た。オーラを打ち破れてた。なんだ、死んだ。この近距離で笛吹いてるの。とりあえずオーラを打ち破ったんでしょ。これでとりあえず削るって感じやな。普通に戦える、戦える、戦える。普通に切れるぞ。とりあえずしたら早いのでいった。爆発するじゃん。見ない。危な。なんだよこいつ。かわすな、かわすな。もったいない、もったいない。使おう、使おう。もう怒んないわこいつ。怒るか。
ああ、かわすな、結構。あ、いた。うん、危ない。壁、壁際、壁際、壁際、やる。オッケー、ナイス。壁際、壁際、オッケーオッケー、壁際、壁際、よし。なんか投げてこればチャンスでしょ。おら、連打なら勝てるぞ、この野郎。勝ってもしょうがねえんだよ。ちょっと離れるだけだ。よーし、ハマいっか。なるべく使いたくないよね。よし。え、待って、弱いぞこんな弱いのいいの、こんな弱い。あ、待って、歴代ボスの中で弱い。なんだなんだ、どういうこと、どういうこと。ダンテス、見事だ、ジュベ。お前そんなに強くなってたんだ。ダンテス、ダンテス、どういうこと。剣を交えたから。彼女によろしくな。